どうも、バイコクです。シティーズスカイライン実況第28回始めていきたいと思います。世間ではね、バイオハザード RE2 だったり、あとはまあ CG だったりね、いっぱいやってる方いると思うんですけども、僕は相変わらずシティーズスカイライン一本でですね、まあ、シティーズスカイラインのまあ面白さっていうのをね、まあ、伝えていってですね、シティーズスカイラインのこう人口をこう盛り上げていきたいみたいな、まあ、そういう思いを持ってね、今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。でですね、街の開発っていうのも結構後半戦になってきてですね、まあ、かなり、こう見ると街ができていってたんですけども、まあ、ここでですね、あと残ってる土地っていうのを、まあ、どういうふうに今後開発していくかっていうのを、まあ、ちょっとお伝えしていきたいなっていうふうに思います。まずはこの海側の空いてる土地に、まあ、娯楽特区っていうのを作っていこうというふうに思います。で次ですね、ここも大きい土地が空いてるんですけど、ここはね、産業区画、大きい産業区画を作っていきます。でここの山なんですけど、ここは特殊施設とかちょっと置いていったりして開発していきたいなっていうふうに思ってます。で、国際空港なんですけど、ここも大きい土地が空いてるんですけど、ちょっと大きい空港っていうのを、まあ、どういうのを作るっていうのはなんとなくイメージあるんですけど、まあ、ここに空港っていうのをまあ作っていきたいなっていうふうに思います。はい、最後はね、街の中心部があるんですけど、まあ、ここはだいたいなんか駅とか、まあ、あとは飛行船場とかっていうのをまあ作って、まあ、適当に運搬していこうかなっていうふうに思います。でですね、今日は何をしていくかって言いますと、ここにですね、まあ、こうちょっと空いてる土地があるんですけれども、ここに、天然資源の肥沃な大地っていうのが結構あるので、そこをね、まあ、利用してこう農業地帯を作っていきたいなっていうふうに思います。その前にですね、まあ、この農業地帯につながるちょっとインターチェンジっていうのを、まあ、簡単に作っていって、それからですね、この農業地帯の実際開発っていうのを始めていきたいと思います。それではインターチェンジの作成パートをどうぞ。はい、いや、いつもやったらね、ここでコメント返信コーナーっていうのをやっていくんですけれども、ちょっと今回はですね、ツイッターにいただいたちょっとご意見というのがあってですね、まあ、それを一回紹介していきたいなっていうふうに思います。でコメント返信のコーナーっていうのも、まあ、後半にあるんですけれども、ちょっと一旦こちらのツイッターでいただいたリプライっていうのをどうぞ。シティーズスカイラインを長く続けるコツってありますか？いつもわけわからんくなって途中で消してしまうのでっていうことなんですけれども、割とねこういう方ってなんか珍しくなくて、多分すごくいっぱいいると思うんですよね。実際僕もですね、貨物列車とかあとは普通の自動車の渋滞とかで都市の機能が停止したみたいな感じになって、問題頻発でもう街が全然動かなくなったみたいな経験もたくさんあるんですけど、その原因ってなんていうか欲張ったりした結果なんですよね。なんていうか貨物駅いっぱい作ったら輸出とか物の移動っていうのが、まあ、スムーズになるだろうっていうふうに思って、まあ、貨物駅いっぱい作ったり、あとはなんかわけわからんけど道路いっぱい作ったりとか、そういうのが割と原因で都市の機能っていうのが停滞してしまったりね、したりするんですよね。あとは条例をなんかたくさんつけてみたとか、いろいろ原因はあると思うんですけど、まあ、僕がおすすめするところっていうのは欲張らないこと で、あとはもう人と物の流れっていうのを、まあ、しっかりと考えてあげて、まあ、都市設計していくとか、まあ、そういうところだと思うんですよね。あと長く続けるっていう意味では、そういう問題とかが頻発したとしても、まあ、諦めずにちょっと自分の都市とまあ向き合って、まあ、どこに原因があるって何が悪いのかっていうのをしっかり ちょっと考えてあげて、それで問題を対処していくというか、あんまり楽しい作業ではないと思うんですけど、まあ、そういうのをしっかりしてあげることで街っていうのはしっかりと回っていくので、まあ、そういうところをやっていただければなっていうふうに思います。あと僕はパート1でも話したんですけれども、僕がこの動画配信を始めた理由っていうのは、あんまり PS4 版のシティスカイラインにおけるそういうちょっと攻略情報というか、そういうのがあんまりネットにはないんですよね。本当に始めたばっかりの初心者の方には有益な情報っていうのはあるんですけど、
ある程度町が大きくなった人に対しての情報っていうのがなくて、なので問題頻発になって結構やめていかれる方っていうのが多いと思うんですよね。 YouTube でもですね、素晴らしい町づくりされてる方っていっぱいいたり、面白い町づくりっていうのをされてる方っていっぱいいるんですけど、なんていうか、あんまり一つ一つの小さい問題に対しての受け皿になってる配信って僕が見る限りではあんまりないような印象なんですよね。なので僕が始めたきっかけっていうのは、そういう情報っていうのをなんていうか配信していったりとか、あとはまあリスナーさんと一緒に考えていったりとか、そういうチャンネルにしたいなっていうふうに思ってこれ始めたんですよね、シティスカイラインっていうのを。で、僕も割と検証とか結構好きなので、まあ、自分の街でいろいろ試したりして、まあ、その情報っていうのをまあ伝えていって、でシティスカイラインやってる人がまあみんな楽しくなれるような、まあ、そういうチャンネルを作りたいと思ってやったので、問題っていうのはまあ個人個人によって様々なんですけれども、こういう問題があるからまあどうしたらいいっていうのがあるならば、まあ、僕はねできるだけそれ回答していきたいですし、まあ、今までもできるだけ回答してきたつもりなので、ぜひですね、まあ、こういう問題が起こっててこういうふうにまあしていきたいけど何かいい手立てはないですかみたいな、まあ、そういうご意見あったらね、ぜひぜひ、コメントの方でね書いていただければと思います。で、僕だけじゃなくてですね、割とリスナーさんでも詳しい方っていっぱいいるので、まあ、そういう方がね、コメントしてくれたりでしますので、ぜひですね、まあ、諦めずにやるっていうのが一番なので、すごくいいゲームで、まあ、楽しいゲームだと思うので、一緒にこれからも頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい。こんな感じでシンプルなトランペット型のインターチェンジが完成したので、ここにですね、この農業特区の貨物駅を作っていきたいと思います。はい、インターチェンジができて、これから実際農業特区っていうのを開発していこうと思うんですけれども、その前にですね、この都市におけるですね、商品の輸送ルートの考え方みたいなところについて説明していきたいと思います。まず赤い線っていうのがこの都市を横断するですね、都市街と結ぶ高速道路のラインになってます。で、青い線っていうのがこの都市の、左側からですね、右上の海名貨物港へとつながる貨物線路で、黄色いのが、高速道路になってます。でですね、今回作る農業特区を含めたですね、産業区画ですね、特区を含めた産業区画のまあ、位置関係っていうのをこういう感じで図にしてみました。この高速道路と鉄道網っていうのを駆使してですね、右から左、左から右っていう感じで商品っていうのがしっかりと流れるような仕組みっていうのを作ってあげることで、スムーズかつ効率的なその商品の配送っていうのが可能になって、都市の収益っていうのも、格段に上がっていくと思います。はい、じゃあ早速ですね、ここに農業特区っていうのを作っていきたいと思います。それではですね、今回も早送りで建設パートをどうぞ。はい、じゃあ今回もコメント紹介のコーナーをしていきたいと思います。前回のですね、サッカースタジアムでは結構いっぱいコメントいただいてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
それではいきます。早速はじめのコメントです。僕も野球派です。売国さんはプロ野球や高校野球などはご覧になられるんですか？たまに見ますっていう程度ですね。でもあえてその好きな球団はっていう質問であれば、僕は一応大阪出身なのでタイガースですかね。はい、続いての質問です。高尾さん、インターチェンジと大橋ジャンクションは美しいですよ。高尾さんはワンチャン再現して使えるかもしれないので見てみてください。ありがとうございます。いや、すごい僕好みというか、いいインターチェンジやなっていうすごい思いましたね。高尾さんインターチェンジはこれはちょっと僕も作りたいなっていうふうに思ったので、参考にさせていただきます。ありがとうございます。はい、では続いての質問です。こんばんは。素晴らしいサッカースタジアムで感動です。ありがとうございます。質問なんですが、林業特区は木の量とかで何か変わるんでしょうか？生産効率とか利益とか、なんなら自分でバンバン生やして無理やり森林にしてもいいんでしょうか？よろしくお願いします、ということなんですけども、変わりますね。その木、林業特区はもともとないところでも作れるので、木をバンバン生やしてですね、その森林濃度みたいなものを上げてあげれば林業特区っていうのは作れますね。あと濃さによってですね、建つ建物っていうのが変わるんですよね。天然資源の緑が濃ければ濃いほど木がいっぱい生えてるような施設みたいなのが建って、木の量が薄いところだと加工工場みたいなできやすくなるので、一回試していただいたらと思います。あとですね、余談なんですけども、林業特区だけじゃなくてですね、農業特区でもそれは同じことが起こるので、黄色の濃い部分っていうのは割と牧場とかが建ちやすくて、黄色の薄い部分っていうのはその加工工場みたいな、そういうのができやすいですね。なので今回町作ってるんですけど、割と天然資源の量っていうのをこうたまにちょくちょく見てると思うんですけれども、それでですね、その位置関係によって、建つ建物の、バランス感覚っていうのを確認しながら作ってるっていう感じですね。はい、続いてがちょっと最後の質問になっちゃうんですけれども、前回結構いろいろコメントいただいてですね、ちょっと持ち越したいなと思います。なので前回コメントしたけど紹介されてないって方はですね、次回の動画でもね多少紹介していこうかなと思うので、そちらをご覧ください。はい、では最後の質問です。相変わらずの完成度の高さに感動しています。ありがとうございます。で、2つ質問があるんですが、高速の出入り口がいつも渋滞しています。効率的な一般道とのつなぎ方を教えてください。それともう1つは、毎回都市の区割りなどが同じようになってしまうことです。外国さんのようなセンスは持ち合わせたいので、誰でもできる、変わり映えのする都市の設計コツを教えていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、ではまず初めの質問なんですけれども、これはねエピソード13の、後半あたりでね、効率的なインターチェンジっていうか高速と一般道路のつなぎ方っていうのを、紹介してるんで、効率求めるならこのエピソード13のものを見てくださいって言ったら、もう高速パートが終わっちゃいましたね。はい、こんな感じで区画設定を、しました。で、最後の2つ目の質問なんですけども、僕はその区割りっていうのはね、割と図形を意識してます。これは本当に簡単で、この区画のアウトラインに当たるところなんですけども、一番外側の道路っていうのを、例えばちょっと図形を意識したそういう形にするんですね。なので、僕の都市って基本的に全部そういう風になってるんですね。大きいアウトラインは、しっかりとした綺麗な図形で書かれてます。で、その中を、適当に道路っていうのを、引いてあげて作ってますね。で、こんな感じで都市をできたんですけど、ちょっとこの黄色がない部分にですね、風力発電っていうのを置いていってます。それでですね、ちょっと景観重視というか、そういう感じで今風力発電をちょっと街中に置いてるような、あんまり普通じゃありえないんですけど、そういうふうなことをちょっとしてますね。で、ここの大きい公園があるんですけども、ここは乗馬公園かな、乗馬のできる公園があって、ちょっと農業区画と相性がいいかなっていうふうに思ってこれを置いてます。はい、こんな感じで最終的に農業区画が
完成しました。こういう感じでね、ちょっと街中に木をちょっと植えてあげたりですね、あとは歩道で、繋いであげることによって結構綺麗な感じの、農業区画になったんじゃないかなっていうふうに思います。あと区画設定なんですけれども、こんな感じで、ちょっとまばらな感じでね配置してるんですね。結構間を空けたりだとか、あとはあえてですね 2×2 とか、あとは 2×3 とかの区画を作ってあげたりして、ちょっとリアリティのあるような農業地帯にしていきました。まあ、こんな感じでちょっと間を空けるというか、間引いていってあげることによって、その施設と施設の隙間をですね、あることで、まあ、実際の農業地帯のような、まあ、リアルさっていうのを感じられるかなっていうふうに思って、こういう感じの配置にしています。はい、あとはですね、こんな感じでちょっと、給水塔っていうのを、まあ、あえて置くことによって、まあ、さらにちょっと田舎っぽさというか農業地帯っぽさみたいなのがこうグッと上がって、リアリティっていうのが上がってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ではですね、今回はこんな感じで、トランペット型インターチェンジと農業区画っていうのを新たに作っていきました。次回以降はですね、多分貨物駅のインターチェンジになるかなっていうふうに思います。それではまた。For the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand from him and sin, when we meet tonight, I'm gonna for the stars, traveling so far.